水原一平、違法賭博、清掃金、学歴詐称、マリファナ所持、スピード違反、これ。すごいな。GTA の登場人物かよ。あとやってないの飲酒運転くらいか。大谷が選んだんだから仕方ない。日ハムがちゃんと素性を調べてればな。日本はドラッグの前科あると、入国審査で足止めされていろいろ聞かれるんちゃうの？どうやって気づかれずに大谷の通訳まで上り詰められたんだよ。同級生とか昔の同僚とか気づいてないのかよ。やったらあかんこと全てやってしまってるやん。こんななのに仕事は真面目にしてたのは草。野球界は犯罪に甘すぎるんよな。前科を調べてたら防げた事案件。思ったよりかなり悪いやつだったな。大谷を超える逸材やん。大谷とは違う漫画の主人公や。一番長くそばにいた大谷含めて、誰一人水原一平を見抜けなかったよな。土俵と悪知恵の二刀流、良くも悪くも大物なのは間違いないわ。大谷という傑物に対する素晴らしいキャスティングだなと思った。開幕まで本人関係者ファン、アンチまで、全然わからなかったんだからすごい。大谷翔平物語に厚みが出たな。超人どころか大谷でも得られないほどの、脳汁ドバドバを経験したのは間違いないだろうな。事前書いてくれって声かかってるだろうな。学歴詐称なんて、今さら大した問題じゃないレベルの話になってるよな。まあ大谷ほどの大物になると、悪人も大悪党がつくんだなって。最初に一平を連れてきたのは誰だマジで。こんな展開になるなんて誰が想像できるんや。成功する人ってやっぱ化け物メンタル持ってるよな。俺がシナリオを書いておいた、お前は演じるだけだ。賭博関連だけでもエグすぎるのに。一平の人生で映画作れるレベルやわ。大谷よりよっぽどエンターテイナーなのよな。まさかここまでとは思ってなかった。言葉が出ないわ。